イスマイリアは、エジプトの都市。人口約75万人。イスマイリア県の県と、スエズ運河西岸、ティムサーハコの北西岸に位置する。アラビア語の発音はイスマーイリア。日本では、イスマイリア、イスマイリアと表記されることもある。イスマイリアは1863年、スエズ運河が着工された際に、フェルディナンド・レセプスによって建設された。 レセップスはこの地に住んで、運河建設の指揮をとり、現在も当時の家が残されている。町の名は、当時のエジプト複王イスマー・イール・パシャの名から取られた。1928年、この地で、ハサン・アル・バンナにより、ムスリム同胞団が結成された。イスマイリアは、スエズ運河のほぼ中間地点に位置し、また、イスマイリア運河を通じて、カイロとも連絡があり、 さらに鉄道がカイロ、アレクサンドリア、ポートサイドに通じている交通の要衝である。スエズ運河の管理を担当するスエズ運河町もこの町に置かれている。スエズ運河だけでなく、スエズから後海のポートサイドからは地中海のそれぞれ海産物が集まるため、運河に接続する水溝井の通りの両側には魚料理を扱うレストランが多数県を連ねる。 第三次中東戦争の際、イスラエル軍の砲撃で大打撃を受け、さらに、スエズ運河の閉鎖により、経済的にも苦境に陥ったが、1975年の運河再開後は再び成長を続けている。カイロイスマイリア砂漠道路沿いには、チェックゲートとエジプト軍の東部方面隊本部があり、市内半島やイスラエル方面からの反社会的勢力や、 武器の流入を排除するために各所で厳重警備が敷かれている。スエズ運河に面して風光明媚なこととカイロより湿潤で気候が穏やかなことからカイロの上流階級の中には秘書地と認識している人も多い。マンゴーの栽培で有名であり、マンゴーの季節になると郊外につながる各方面幹線道路沿いにマンゴーの露天販売店がの木を連ねる。カイロ市内では 市内半島さんと比べイスマイリアさんの方が高級品とされており価格も高い。1976年にスウェズ運河大学が設立されたサッカーのアルイスマイリー SC のホームである。ありがとうございます。